国会内に政治部の安西記者がいます。安西さん、この与党側はですね、強硬姿勢を維持しているわけですが、今日中の成立を目指しているんでしょうか。はい、そうですね。このあと与党は午後7時過ぎに参議院の本会議を開く方針で、採決する方針で、明日未明にも成立をする見通しです。政府にしても国会にしても、限られた期間で結論を出すという中で、国民の期待に応えなきゃいけないという事情があったんじゃないかと思います。与党幹部は会期末を明日に控えて、何があっても対応できるように協議したと語っていて、会期内の法案の成立に盤石な構えです。一方、野党ですが、時間切れを狙う方針です。森大臣への問責決議案や委員長らへの解任決議案を連発し、何としても法案の成立を拒みたいとしています。さらに今日の朝から日本維新の会、みんなの党と続けてきた修正協議についても、先ほど午後5時半過ぎから第三者機関の設置などについて実務者レベルでの合意に至りました。与党はこの合意を受けて、委員会で採決で棄権した維新とみんなに賛成に回るよう働きかけています。